です。毎週金曜日のオールナイトニッポンは我々霜降り明星がこの後3時まで担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ABC グランプリ。ね発表。はい。されましたね。ファイナリストね。ファイナリスト。これ、僕らにとっては M1 ぐらい気になる。気になるのよ。関西の賞レースなんですけど、今や全国のもう、なんかね、大イベントになってますよね、お笑いの。俺らのおかげでな。あー、ちょっと、自分らで言いたないな、あんまり。俺らが箔つけたな、ABC に。いや、なんかその人にな、霜降りさん、うん、取ってから変わりましたよとか言われたりかも、あんま自分ですごいっていうのって、この世の中あんまりいいとされてないからな。でもあれから優勝してから5、6年経つけど。2017年に取って、5年経ちましたね。まだアバンで俺ら使われるからな。あれはいいね。あれは気持ちええね。あれ気持ちええな。ABC お笑いグランプリの、なんか今年もやりますみたいなんで、はい千鳥さん、かまいたちさん、霜降り、オズワルドって、嬉しいな。なんか代表、チャンピオンみたいなのに、入ってるのはあれ嬉しいね。こんな売れてますよ、っていうことでしょ。あれは嬉しいね。あれが気持ちいい。あれ、もそれで言ったら、この前のダウンタウンデラックスエグかったよ、そう。なんかその、吉本興業みたいな紹介で。吉本興業主な芸人みたいなんで。はい。さんまさん、千鳥さん、かまいたちさん、俺ら。4組に入ってた写真で。ああ、そう。そんなんめっちゃちっちゃいけど、嬉しいな。なんかやる気出るような。出る出る。そんな感じの。まあ、世代を抑えてあるってことなのかな。うん、なんか嬉しいな。嬉しいな。うん、なんかこの、ABC ほんでこの結構、衝撃というか、衝撃やでマジで。東京勢多いね。そうやねんな。関東勢。関東勢多い。これ今までで一番ぐらい多いんちゃうかな。かもしれんな。うん。大阪吉本が多いイメージでしたけどね、今まで。多いね。なんかいろいろ、他事務所さんも多くて。多くて。太田プロとかも行ったし。うんうん、ほんで、グレープカンパニーのフランスピアノ。はいはいはい。が行って、うん。お見送り芸人しんいちさんが、やだ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 、もっと僕に構って、フランスピアノ行っちゃったみたいな。ツイッターで、ね。めちゃめちゃ気色悪いツイートしてたな。いやって言うたんな。言うたんな、お前。一級上の先輩に。あんな人やね、しんいちさんって。この意外にな。チャンピオンになってからずーっとトロフィー持っていろんなところで写真撮ってはって。あんなやつやったよ、ね。お見送り14年目で R1 撮ってな。もっと構ってみたいな。10年以内やっちゅてんねんな。R1 の優勝した時に泣いたのに。なあ。一緒に。あんなかまってちゃうんだよ。いろんな人がな。金髪でよう見たら若作りしてるけど、老けてるしな、顔。近くで見たらやろ。しんさん、キモいっすよ、ツイート。いや、そういう芸風やから。まあ、そういうボケなんですね。ねえ。しんちさん。ABC、そうやな。決まったね。すごいね。熱い戦いやで。大阪勢は、だから僕ら、ラジオに来てくれた風水屋とかも落ちちゃったりとか。風水屋、結構なメンバー落ちてるんですよ、これ見てたら。落ちてるで。そいつ、ドイツとか。落ちてるね。落ちてねえな。もも落ちてるね。もも落ちる。だから、キングオブコント M1 のファイナリストが。落ちる。落ちるぐらいの。なぜ？すごいな。エルフも落ちたやろ。あ、エルフ落ちてたっけ？うん。ダブル東とか。ダブル東大阪でグイグイ来てる若手も落ちたし。あと、いろいろ、こいつ落ちんねえみたいなのおったな、あと。誰やっけな。かなり。カラシレンコンって出たん？わからへん。なあ。からしはその予選にも残ってなかったから。そうやん。出てないよ。すごいレベルですよ、これ。レベルすごいな。天才ピアニストとか、ドーナツピーナッツは、大阪勢で残ってますけどね。はいはいはい、すごいな。うん。他事務所も多いし。ちょっと ABC グランプリはね、僕ら人生変わった。そうやで。大会なんで、気になるんですよね。気になるね。うん。あれがほんま人生変わるからな、一発目の。去年は多分、ABC の決勝の時、はい、鍵の収録かなんかしてた。フジテレビおったよな。ああ、そうやっけ。湾岸スタジオで僕、合間で見た。ああ、そうやったな。今年はどうなん？なんか、毎年な、ゲスト漫才みたいなさせてもらってたけど。はいはいはい。オファーなんか来てますか？ゲスト漫才。どう？だからなんかスケジュールかなんか被ってんのかな。どうだね。ABC。いや、塩見くんが今高速で首振ってました。ああ。俺の、動体視力でしか見られへんぐらいの速さやったから。お前にはまだ早いかもしれない。そんなめちゃくちゃ速かった。微動だにしてへんかったけど。めっちゃ速い。うん、動いてた、ね。うん、高速スライダーぐらいの。ちょっと見えない。そうか。うん、まあまあ、日曜とかちょっとそうやんな。そうね。
あ、そうか。去年東京やったんか。東京にいましたね。あれでも関西ローカルじゃないですか、ABC って。全国なんか、そうか。いや、見逃してないわ。あの、ネット配信出してた。同時中継みたいな。そうそう、公式で。あ、見れるんですね。YTV もしてたな、それで言ったら。ホームページから読売の。そうか。快適に見れましたよ。もう今や YTV とか、だから松本さんがつぶやいたりするもんな。そうやねんな。YTV のこの人が良かった、みたいな。ビスブラワイドナショー出たりな。そうそうそう。だからもう ABC ももうちょっとミニ M1 みたいなな。ミニ M1 ですよ、これ。ちょっとすごいことなってるから、関西のショーレースが。熱いね。熱いですね。ちょっと熱いな。こんな熱いことあるのか。いいですね。ねえ。霜降り明星のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、霜降り明星の粗品です。せいやです。本日もですね、放送を聞いての感想をお願いします。はい、ss@allnightnippon.com 宛先は ss@allnightnippon.com。せいやと粗品の頭文字で ss となっております。ネタメール採用しには解決ぞろいの作者原豊先生の書き下ろし番組特製ステッカーを全員にプレゼント。コーナー以外のメール採用者にも抽選で5名様に差し上げます。ご希望の方はメールに住所、本名、電話番号を忘れなく。霜降り明星のオールナイトニッポン、この番組は保健クリニック、アガルートアカデミー、エイブル、ブルボン、種の滝、ワンカップ大関、中山精密、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしております。暑い夏やね。暑いですね、ちょっとなあ。あすは ABC、 これは暑い放送になるで今日はってなりますね。暑いね。オールナイトニッポン、オールナイトニッポン、霜降り明星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 のオールナイトニッポン。霜降り明星の粗品です。せいやです。ねえ、まあ、いや、もう暑いで言うたら、うん、先週ですか、はい、やっぱ那須川天心さんのえぐかったな。ねえ、なん、いやー、ちょっとたけるさんも二人ともすごかったね。いや、二人ともお疲れ様でした。あー、暑かった。すごい。あー、そうです。これはお二人に、二人にね、なんかこの久しぶりじゃないですか、この俺ら世代がさ、 K1 全員もうこの熱なってた世代やん、あの、うん、ピーターアーツとか、はい、アーネストースの昔の格闘技、あの感じがほんま久しぶりにうわーってなったというか、熱気エグかったな。だマサトさん、山本キッドさん的なね、このはい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 、うわーってなる試合、歴史に残る系の久しぶりのな、さすがにリアルタイムで見たな。見たな。ペーパービュー買いましたアベマの、見たわ。うん、そうね、収録終わってちょっと遅れて、大阪でその日に見たけど、ちょっと、まあだから粗品さんとか、鶏肉とか一緒でちょっと、そうやね、遊んだりもしてるんでしょ最近。那須川天心、ちょっとまあ友達というか、いやすごいで、いやだからマジでめっちゃ応援したわ。俺ら世代のほんまスーパースターなあ。もうだってなんかこの鶏肉とかの収録とか、ええ、下降りミキジトとかも来てくれたやんか、うん、はいはい、でまあ俺もこの裏とか喋ってたけど、うん、別人やな、そのリングの天心ちゃんは。ちょっと意味わからん、普段ふざけてるし な、 なんかやっぱね、あちょっと違うね。違う、だからあれ、まあ俺らには到底わからん範囲のさ、試合中もそうやけど、めっちゃ緊張すんねやろな。いや、ちょっと気になることいっぱいあるからね。なあ、あれやっぱその試合前、うんうん、もういよいよ始まりますって時に、はいはいはい、天心が寝っ転がってたやん、はいはいはい、このが楽屋袖っていうんかな、楽屋裏みたいなんで、うん、あの時はなんかやっぱ緊張してた。そうっすね、結構え、でも緊張はあんまなかった。あ、そうなんや。プレッシャーみたいのもあんまなかったし。あ、そうなん。全然なんかすげえ緊張したっていうのはなかったっす。意外やね。だってでもカメラ抜かれてるわけやもんな。え、あれやっぱね、その分からんこと多いのよ。多いね、その俺らには到底分からん。そうそう、俺ら二人じゃ分からんから、そのやっぱ聞いたこと、あれなんかこのなんやろ、その試合前とかは、はいはいはい、この
何をこれ何を考えてるもんなの、うん、何をっていうか、うんうんうん、そうそう、まあ本当なんかもうなんだろう、もう相手をもう倒すっていうか、あーもうほんま集中してるんや、もう集中しきってたっす、ね、はい、結構作戦みたいなのも考えていった。作戦はもう本当なんかもうずっともう何パターンも考えてて、おー、なんかこの A がハマんなかったら B、うん、B ハマんなかったら C みたいな。やっぱすげえな、結構すげーなーは結構あったっすね。あー、やっぱ本人に聞いたら早いな、早いな。というわけでなんと、おいおいおい、那須川天心選手のお越しでございます。おい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 いや、でもすごい、すごいでしょ、ね、こうありがたいことにこう声かけてもらいました、ね、はい、反響もね、反響、まあまだ4日ぐらいですけど、ですよね、めちゃめちゃこう反響本当にすごいですね。なんでここ来てくれたの。すごいじゃん。いや、なんかお試合後になんか、はい、いろいろ出てテレビとか、あのテレビは今、うん、今もう休み中なんで、はいはいはい、特にこの1週間とか入れてないんですけど、おうおうおう、あの、粗品に、LINE してて、今日、そのラジオあるけど、はいはいはい、来るみたいな感じで言われたんで、うん、で、ちょうど空いてたから、あ、じゃあ行きますわ、みたいなノリで来たっすね。うん。うん、なんでタメ口いやいやいや、そんな次元じゃない。お前もめちゃめちゃやばいの。なんでラジオ今日あるけど、年上やけど、どう、どうみたいな。よう誘ったの、お前、天心が来てくれた。あ、全然空いてるっす、みたいな。ええー、うん、だから、あの試合後メディア一発目っす。いや、それエグいな。そんなラフなノリで来てくれた。ラフな感じで来ちゃったっす、ね。いや、ナイスや。ナイスやろ。いや、だって俺びっくりしたもん、ほんま。うん、もう、まず日本放送4階のエレベーター入ったら、普通に天心くんおって、取り巻きゼロよ。俺、那須川天心に取り巻きついてない。そうですね。一人でおったよ。一人で来ちゃった。いや、俺10人ぐらい取り巻きおんのかなと思ったら、那須川天心ポツンっておって。まあ、まあ、でも最悪なんかあっても一人で解決できる。強いからな。というところはあるっすね。いや、もう強いからな。悟空や、だから、うん、ほんまに。すごく、いや、試合すごかったわ。そんなノリでよう来てくれたな。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。判定までもつれ込んでな。そうっすね。で、うん、俺も。その言い方ないでしょ。すごかった。あ、生、生で見てたけど、俺は。はいはいはい。会場で、はい、やっぱりハングリーピストルズ強かったな。カザネでしょそれ。関係ないや。あんまここしか分かんないじゃん。何何何？え、カザ、え？いや、カザネはその俺 の, あの6月の1個前の試合です。あ、ライズの最後のやつ、はい、ライズの最後のやつ、ね、それは会場来てくれたけど今回ね、うん、来なかったんですよ。来なかったんですよ。まあまあ、いや、はい、大阪おったから。ええ、全然来てくんなくて、みたいな。全然、やっぱ行けるスケジュールではありましたからね。どこかへ？はい。大阪泊まりだろ。そうですね。はい。全然行けましたよ。行けるのに来てくんなかったし、みたいな。そうか。それちょっと冷たいね。冷たいですね。え、いやいや、冷たないよ。何戦ですか？今、過去。うん、戦歴。過去ですか？まあ、42戦、42勝ですね。いや、ほんま、漫画でもないよ。はい、なんか、総合とか他の合わせたら今48戦、48勝。うわ！いやいやいや。ですね。はい。いっぱいしてるやん。いやいやいや、じゃあそれエキシビ、いやいや、いや、エキシビジョンだから、戦績に入んないですよ。メイウェザーに。いやいや、それは戦績入んないですよ。いや、でも負けてるからな。じゃあ、エキシビジョンマッチだから。あの、勝ち負けとかないから。いや、メイウェザーに負けてる。いや、負けとこじゃないから。あれは、あれ、エキシビジョンマッチだから、勝ち負けとか関係ないから。あれ、親父泣いてたやろ、あれ。いや、今みんな、俺も泣いたし。全員泣いたし。そうか、そうか、そうか、はい。あれも熱かった、ね。あれも熱かったけど、ね。こうやって喋ってんねいつも。とにかく俺がメイウェザーとか、メイウェザーとかいじりまくってんねん。まあ、失礼なこと言わしてもらってす。すごいね。懐が深いんですけど、うん。だって48勝？はい。うん。いや、だから、初めの一歩でも出てこうへんのちゃう。そんなエグいやつ。エグいやつ。あ、まだ。漫画でも。そうっすね、漫画でも。すごかったね。いやー、すごいなー。いやいや。マジですごい。すごいわ。いや、だから、俺は、まあまあ、この、普段は、そこまで知らんからさ。はいはいはい。うわ、天心さんやってなってんねんけど。うん、二人で、どんな遊びしてんの普段。でも、いや、うん、でも、まあ、普通に飯、
行ったりとか。それでもさ、サウナ？サウナ。行ってあげたりとかですか、ね。行ってあげたり。ですか、ね、なんでそんな感じ。ありがとうね。そうですね。友達少ないから。行ってあげたりです。そうですね。ありがとう。嬉しいと思う。そんな感じですかね。サウナやな。それでもさ、なんか食べるもんとか気使えへん、粗品さんからしたら。試合数日前に会った時は、ご飯は食べてなかったですね、うん、そうです電子。僕全然なんか、今回の試合、人と会ってなくて、うん、会ってないんですけど、サウナ結構行ってて、サウナだけはね。そこで、その、なんかサウナ行く友達何人かいて、何人かおんねや。その中の一人は粗品で、粗品、なんでタメ口？いや、そう思う。霜降り生地とで決着ついたよね。行った時。霜降り生地と敬語一生使ってた。あったわ。あったんですけど。風船対決ひどかったもん、ね、交互に風船。めちゃくちゃ弱い。空気膨らまして、で爆弾ゲームで交換するっつったら私はやつ、ね、天心が最初先行攻めすぎて爆発してわけわからんゲーム俺あんなの見たことないあれマリオパーティーでもしらけるよわけわからんからガーッとかって、うんいやだあんま人とそうか会ってなくてそうか、ね、もう俺減量末期でだからマサウナってたらなんかサウナ行った時に飯行こうやとか言ってきた。お前すごいな。ぐいぐい誘うね。今ならおごるでとか言ってきた。やかましは。フェアすんなお前。今ならおごるで。今ならおごるフェア。サウナでだからまあ何一回行ったサウナは、うん、そのタトゥーオッケーみたいな。はいはいはい、そういう、こう、自由なサウナ、ね。深夜までやってるみたいなとこで。ねうん、ほんままじ、辛いカップラーメンみたいな、背中の人。お、めっちゃ炎や。辛いカップラーメンメラメラしてるね。みたいな人を。結構メラメラしてるね。なんかこう、いやー、あれだよな、みたいな。やめろ、それ。聞かないどうすんのお前、つらいか知らんけど。そしらボコボコにされる。俺はボコボコにされる。やめろ、あれ。ほななーって別れた瞬間、お前、うぅーつって、家まで送ってくれよ。二人ぐらい、お前の方来て。あんた強いか知らんけど。ボコボコにする。確かに、もう、天心選手やけども、うん、普段喋ってる感じは天心くんっていう、もう、そうやな。七個下のほんま、前やで。なんか少年じゃないけど、そうっすね、ほんま、普通にアニメとか漫画好きなイメージやけど、うん、全然ちゃうな、やっぱグローブつけて。まあ、試合となったら、うん、もうほんと集中しきってるんで。別人や。別人やな。どこでスイッチ入るんですか？その、もう、あの48勝の天使になるの。どこなんですか？まあ、でも会場入りした時とかは別に普通なんですけど、うんうん、まあ、やっぱこう時が経つんですよ。あの、バンテージ巻いたあたりからちょっとこうスイッチ入ってきて。で、入場の時なんかはもう本当に、やばいっすね。やっぱ、タケル戦今回も、バンテージ一回巻き直した、うん、いや、それメイウェザーだから。いや、それメイウェザー戦で、あったな。いや、ね、やめたから。いや、違う。これお互いフェアなんで。フェアだ。お互いちゃんと。なんか、狂気とか入れてたんちゃう？狂気入れてない。入れてないっす。はい。お互い、ちゃんと、その、お互いがお互いのバンテージ見ながら巻くとかっていう。ああ、そう、ルールもあるし。あれどう思ったんですか？俺はトレーニングしねえよ。お前たちがトレーニングしろよって。メイウェザーの、ビッグマウスな。メイウェザー、そうですね。いや、でもメイウェザーは、うん、そういうこと言うんですけど、うん、一番トレーニングしてるんですよ。だから、それがやっぱ、そうなんや。パフォーマンスなんや。あいつはやってんねん。じゃあもう、天心さんもそれは分かってて、はい、じゃあもう、クソ何よとか思わんねん。やっぱ、思わないやってるやってるっていう。やってるんですよ。はい、メイウェザー強かったの？いや、強かった。しかも今それタケル戦でしょ？いや、お前ずっとメイウェザーの話してんねん。俺もっと聞いたことあるねん。お前がメイウェザーに戻すから。いや、メイウェザーに負けた男って言ってほしい。言ってくれて。はい、言い方悪いやん。無敗の、言い方悪いやろ。無敗の男で紹介せ。あ、そうか。その唯一負けた、あ、そうか。メイウェザーで紹介すな。いや、すごい、いや、すごいわ、マジで。いや、もうほんま全員見たし、うん、まあほんまめっちゃ素人の感想だけど、早かったですね。なあ、早い。スピード、ジャブのスピード半端なかった。まあ、スピード命なんで、うん、というか、まあ、僕のこう長所としてはスピードなんで、うん、あの、武尊選手に、こう、一番こう勝ってるところで言えば僕はスピードなんで、うん、そこを活かして、速、うん、いよなぁ。で、マジですね。あれ、カウンターちょっとやっぱ狙ってたんですか？は、ずっと狙ってたんですね。へぇー。だし、なんか、その、今まで以上に緊張しなかった。うんだから、いや逆にリラックスしてた。だからなんかもう、最初から全く硬
くなく。ウルトラマンのあれどっちやろうみたいにならんかったんや。どっちが上やったかなみたいな。あれはなんなかったですね。すげえな、やっぱ。なかったっすね。父の日今日やっけとか思わんかった。それ大丈夫でしたね。父の日やったかな。なあ。ああ、そうか。すごいな。すごい、マジで。いや、あのカウンター痺れたな。なあ。結構リラックス状態で。すごいね。戦えたっすね。ほんまに。すごいな。いや、マジで。もう宮田ですよ、ほんまに。はい、宮田一郎でした。初めの一本、ね、あのカウント、バチッ、すごいな。すごかったね。本当に。あの、試合中、まあ、試合中はさすがにないかもしれんけど、あの、合間とかさ、うん、芸能人の人を見に来てるやんか。はいはいはい。あんな目に入ったりすんの？ああ、いや、でも全く気になんなかったっすね。なんかさ、まあ、自分の友達とか例えば招待 したりして、はい、うん、負けたら、どうしようみたいな、なんか、うん、思わんかった、うん、あ、いや、もう全く思わないですね。思わないし、もう本当に、こう、なんだろう。もうずっと覚悟決まってたんで。かっこいい。かっこいい。だから全然大丈夫でした、ね。すげえな、マジで。メイウェザー戦の時は誰か呼んでたの？呼んでないし、今聞くことじゃないでしょ。すいません。あの、その、ちょっとあの、メイウェザーさんがこう笑ってたじゃないですか、試合中。はい、やっぱ、笑顔。今回の試合やっぱ笑顔がテーマやったと思うんですか、相手の。いや、それ聞きます。聞きます。笑ってたな、まあ笑ってた、そうですね。やっぱちょっと なんか笑ってる後の、このパンチとか、はい、もうなんかちょっと研究してたみたいな、うん、誰かが言ってたの、なんか。あ、そうですね、その、あったんですよね。ありましたね。結構、そう、武井選手は。あ、メイウェザーの？メイウェザーの。なんで？すいません。なんで？はいはいはい。なんで？武井さんが、ごめんなさい、武井さんが、武井さんもな、笑ってからどんな、プレイで来るとかも、天心さんがちょっと全部研究してたっていう話で、なんかまあ僕すげえなと思って、そうですけど、その僕のチームとか父親とか、うん、わすげえ、みんなで、あの、本当チームで勝った、いやもうだからほんまか、もう勝つのってそれぐらいせな、うん、すげえ世界やなと思って、ね、全部もうやってんねん、シミュレーションではやってますね、はあ、すごいね、体になんかヌルヌルのやつ塗ってたんですよね。いやそれ秋山さんね。その前です。昔、それあった。桜庭さんのね。滑るよって。俺、あの試合見に行ってたから。珍しいな、そのエピソード。ほんで、チェホンマンさんも出てて。チェホンマン出てた。そうそうそう。そうですね。塗ってない。塗ってないですね。ダイナマイトね、それ。あ、それダイナマイト。違う。あれはダメですね。いや、マジで。すげえわ。ちょっとすごいな、天心ちゃん来てくれた、はい、うん、でもあれですよ、うん、こう僕の中で今回の試合の中でも何人かキーポイントの人がいて、はい、その中の一人はソッシーですよ、はい、あ急にソッシー、マジ、うん、教えて、いや結構そのパワーもらいました、ね、あら、ほんまに、これは嬉しいね、嬉しい、何で、いや、なんか何でっていうか、もうずっとこう尖ってるじゃないですか、ああ、はいはい、いやいや、全然悪いよ。ずっと攻めてるじゃないですか。だからなんかそういった姿勢を見習わなきゃなっていうのは。嬉しいな、そんなん言ってもらえんの。すごいね。なんかずっとまあまあ、まあ面白いじゃないですか。おぉ、ありがとうございます。そこは認めてます。すごいね。なすか、天心が？そこは。神社行ったで、俺。そうそう。一人で。行ってたな。神社行ってくれて。足の神社言うて。そうそうそう。なんかね、俺、あれ、見て、ちょっとね、泣きそうになっちゃって。ほんまにちょっと感動したっす。これは嬉しいね。はい。俺が見たんは、なんか専門家の人が予想で、ナスカ天心ボクシング転向するから、はいはいはい。最近キックあんま練習してへんのちゃうかみたいな。キックがもう最後やから。今まで通り、キックを試合でも出したら強力やから、めっちゃいいって言うから、俺はキック出してほしくて、はいはい。足の神社調べて、そうっすね。劇場から40分ぐらいかかるとこ行って、もう全然足出してへんよ。いやいやいや。なんでな、いやいや、出せよ。いや、出したって。言い方悪いな。もっと出せよ、足が。出したって。出してないって。いや、出したって。パンチが調子良かったしね。パンチも良かったし、蹴りも結構。出してた、出してた。出してたし、その、どちらかというと、相手プレッシャーが強いんで、だから蹴りよりパンチの方が早いから、めっちゃ早かった。蹴り戻す瞬間に、そのパンチとかされちゃうと、そうか。困るから、それも作戦なんだよ。そうか。めっちゃ真面目に返されたんだよ。お前な、黙っとけ。回転。作戦なんだよ。なんか回転蹴り一回失敗してなかったの？失敗じゃなくて。失敗じゃなくて。ペチョーンみたいな。当たんなかったってだけ。失敗は先頭でくるよ。いや、当たんなかったってだけ。当たんなかったってだけ。やってた。バックブローみたいなもやってましたから。やってた、やってた。そう。あれもすごい失敗。
れって。だから、あれは、あれをやることによって、他の伏線なんですよ。いや、すごい。え、どこがどこがって。わかるか、そんな。いや、すみません。岡、そらすごいわ。そらすごいわ。ちょっとすごいな。いや、すごい。だから、もうちょっとほんま聞きたいこといっぱいあるね。俺はその普段喋らんからさ。え、ほんまに一番聞きたかったんですけど、そう、試合前やっぱ精子出さないんですか？なんでそれやねん。いや、やっぱ。なんでそれやねん、一番。いや、あんのよ、初めの一歩でも青木っていうやつが、その試合前にエッチしてもうて、負けるみたいな。体力なくなるみたいなね。なんかまあ、都市伝説って都市伝説ですけど。でもしないっすね、また。やっぱり、あ、精子は出さない。はい。僕は出さないですね。で、今回は特にですね。もう1日前とかはもう。いやいや、もう僕1ヶ月っす、ね。すごいな。すごいな。もうそんな、なんか踏切見ただけでもボケしてまうんじゃん。踏切なんでやねん。え、どこ踏切の、あの、ちょっと1ヶ月も我慢してたらわからんけど。何が棒あの、黄色と黒の。踏切とか見ただけでもボケしてまうんじゃん。いやいやいや。音？いや、音、音とか。まだ、いや、ちゃうやん。いでるみたいな。いや、まだ、その、なんかわからんけど。何下着屋とか。そういうのじゃないの。踏切。いや、1ヶ月は経験ない。例え意味わかる。いや、そのまだケーキ屋さんとか。精通してから1ヶ月空いたことないやろ、だって。まあ、ないね。だからもう、金玉パンパンの状態で。ほんまや。ああ、まあ、そういうことなんすかね。すごいな。すごい。え、それじゃあもう、終わってから、あ、うん。こう解放されて。ほんまや。はい。まあまあでもまだないっすね、全然。一人今回は、うん、その、試合終わって初めて寝れなかったんですよ。うわもう興奮して。そう、いつもは、うん、まあちょっとは起きてるっすけど、うん、寝るんですけど、うん、今回全く寝れなくて。はいはい。もうなんか本当にアドレナリンが出てるというか、はいはい、だし、そりゃそうよね。なんかその日を終えたくなかった。うんうん、うわぁ、伝説だもんな。スーパースターが言うやつやな。イチロー選手もそんな言ってた。どうですか逆に。M1 優勝した時とか、そういうのなかったですか、うん、M1 優勝した時、でも、仕事が物理的に、うん、あ、そうか。入ったから寝られへんっていうのはありました、ね。なんか賞レースとか、やっぱ優勝したりしたら、うん、わぁってなるんですか、うん、でもまあ、ねえへんぐらいの興奮は、あんまないかも。まあまあ、うん、そうね。だからまた、うん。まあ、アドレナリンの量もちゃうやろうしな。いや、もっと、火にならんで。すごいよ。まあ、そうですね。しかも、ほんと何万人とかが見てるじゃないですか。確かに、ね。それ終わって、家に帰ると一人じゃないですか。そうするとなんか、すっごい寂しくなる。一人なんや。一人っす。ええー、その、なんか、ラウンドガールとか読んで、ウェーってやらんねん。その、十何人とか。ああ。で、お客さんでおった人。ないですよ、ないです。もう一人になるから。ええー、もう、音がシーンとしてるから、なんか、すごい怖くなっちゃって。あの家あの家。そうそうそう。あ、家も行ったんや。あの家の下まで行ってんけど。え、これ住所言っていいんやん。よくないでしょ。あ、すみません。昔の昭和のスターやん。それ。おかしいでしょ。長島さんとかが、電話帳とかに乗る。来たんですよってやつな。すごいな。一人やもん。一人、それ、そうか、一人で寝っていいんすか？そう、試合の後って。あ、全然 OK です、ね。へぇー、ダメージとかも、ああ、いいダメージとかあったら、やっぱこう、付き添いとか。そのまま救急車運ばれたこともあるし。そりゃそうですよね。うわ、ん、いや、そ、怖い。一人なんや、あんな、ブワーって日本盛り上げた男が一人で寝んねや、その晩。そうです。ほんまやな。寝た？何時に寝た？寝てない？いや、寝てないんすよ。まあ、寝られへん。次の日な、なんやったん？次の日はもう一明け会見。ああ、会見会見か。会見です。ええー。で、会見終わって、で、そのまま、うん、ガードマン、友達ああ。ガードマンね。に、アイアン大阪行って。ガードマン好きやもんな。まあまあ、仲いいっすからね。ガードマン。サウナもガードマン。そしらもガードマンさん、友達でしょ。最近そう。ガードマンと、天心と、はい。いつきさんっていう人、4人でな。ひろしさん？いつき披露しちゃうやろ。話合わんやろ、サウナ。いや、やっぱ拳と拳やからな、いや、かましいわ。天心も、いつきも、拳と拳。ありがとうございます。チャンプにうまいな、嬉しい。うまいな。ありがとうございます。拳と拳やから。うまいね。ありがとうございます。いや、サウナ入らんから。あ、そう。いつき披露し。いや、入るやろ。いやいやいや、そこじゃないやろ。披露しは入んないし。披露しは入るよ。言うてんねん。いつき披露しさんはサウナ入るし。それすごいな。でもガードマンさんとたまたま二人共通の知り合い。あれ最初なんやっけ？最初なんだっけな。なんか俺がガードマンと仲良くて、あ、そうやで、なんかやたらと
粗品が絡んできたんですよ。やかましいわ。こいつがね、だから。番組。絡みやな。絡みなんですよ。番組。お前絡みやねん。鶏肉の。あ、そう、一緒やった。それは俺も一緒やった。そう、それで、そう、一緒だったの時に。なんか、あっという間に粗品が天心さんと距離近なったなと思ったら。確かに。な、最初は。そう、最初はそこで、なんか一緒に、トイレで被ったんですよ、一回。はいはいはい。で、なんか、トイレおしっこしてたら、見てきたんですよ。チンポね。何それ。チンチンな？そうそう。それで、え、なんだこの人みたいになって。変質者やん。で、なんかそっからめちゃめちゃベタベタ、なんか来るようになって、みたいな。おー。まあまあ、それは。どういうこと？その仲良くなる話じゃないよ、それ。いや、仲良くなる。ションベン最初見られて。いや、まあそれで、なんか、ベタベタ。なんかちょっと、こう、気が合っちゃったのかわかんないですけど。気が合ったんかい、それ。どこでベタベタ。そうです。気が合っちゃって、そっからちょっと仲良くなって、みたいな。仲良くなったな。LINE 交換してあげて。してあげてってない。で、そっから。ありがとうね。かましは。頼むわ。おい。なって。こういうやつやけど、ええやつなんですよ、ほんま。いや、誤解されてない。お願いします。はい。まあ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 いいやつ。まあまあまあってない。ごめんね。もうちょっと教育しますか。やかましは。そんな感じ。そんな感じでしたね。どんな感じやねん。まあだから、ガードマン通ると、一回3人で遊ぼうみたいな約束して。そうそうそう。で、まぁ結局会って。いいね。何回かな。そうですね。だから、もうほん、世代ちゃうもんね。粗品さん7個ぐらい上で。うん。ちょ、ほん、先輩やと。年の離れた友達。正真正銘ですよ。その、何歳デビューとかあんの？ボクシングデビューみたいな。は、まぁ一応格闘技自体は5歳からやってて。5歳？ 5 歳ですね。で、プロは、高校1年生からデビューして。え？高1から、まあほんと最年少が高1なんで、そっから、ずっと勝って。すごいな。すごいよ。そっから、ま、一回も負けてない。なあ。いや、すごい。俺ら格闘技素人やけど、そうやねん。やっぱ天心さんの試合はやっぱ見るもんな。なあ。ちょっとリスナーの人が、まあびっくりしてると思うんですけど、そうね。メールを。確かに。来てくれてますよ。本当っすね。メールをね。これ、ちょっと答えてもらってもいいですか？はい。ラジオネーム、ナルト巻。うん、天心さんの試合、僕もペーパービューで完成しました。はい。ありがとうございます。入場の危機迫る表情から、うん、ゴンドラから降りた時に口を大きく開けて笑った時の顔がかっこよすぎて、うん、あそこから鳥肌立ちまくりでした。あの表情は、やはりこれからの試合が楽しみでの笑顔だったんですか？うん。そうっすね。でもさっきも言った、言った通り、うん、なんか緊張がなかったから、うん、緊張ないのエグいな。なんかもう、もうなんか、もう覚悟が全部多分決まってたんで、はい、いや、もうやるしかないっていう。だからあのゴンドラも、うん、とかももう正直怖いじゃないですか。ほんまね。全く怖くなくて。あ、ちょっと高いとこ怖い。高いところもそこまで好きじゃないし。怖いな。演出でじゃあ。演出の前日のリハが一番怖かった。めっちゃ可愛いエピソードや。リハが怖かった。可愛い。で、そこ降りたら爆発するし。ああ。で、そこもそうビビリだし。めっちゃおもろい。そんな思ってる。だから俺も土屋さんもビビリなんですよ。あ、ビビリやね。風船の時もね。で、風船の時あんなうわーとかなってたの。あ、そうか。お前や。微動だにしない。アドレナリンも出てるし。スイッチがちゃうんや。なあ。入るんや、もう。すげえ話やな。すげえな。だから全然大丈夫だ。いや、すごいすごいね。どんどん行こう、これは。愛媛県今治市ラジオネームミッチェル。うん。あ、那須川天心さん質問です。粗品さんのツイッターへ、あんたの呪いに勝ったぞ、飯おごれとコメントしろ見ました。そうだ。何をおごってもらうか決めましたか。なんですか。いや、なんかもう、美味しくなくてもいいから、とにかく高いところを。おい、なんでやねん。まずいとこでもいいから、金。とにかく金。あかんよ。金です。いや、金ほんま、エッグいんちゃうあなた。いや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 。ほんま、ファイトマネー。いやいやいや。なんぼ？もう、とんでもない経済効果って聞いてますよ。その、50億超えたみたいな。ペーパービューが単純計算で50億超えてる。あ、どうなんですか？あの、50万件、ペーパービューは売った。ペーパービュー？ペーパービューは。5000円かける50万でしょ？ 5000 円かける。なんぼ？50万。だから、50億。チケット収入で、なんか、結構いろいろ。選手に何割入んの？何割入んの？いや、だって1割としても、1割やったらでも、ボコボコやろ、関係者。いや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 、でも。そんなもんな。いや、まあ、そこはでも、まだ、あの、ペーパービューとかの計算も終わってないんで、まだわかんないですよね。まあでも、まあ余裕でまあ億は超えてるよね。絶対に。はい。ファイトマネー。まあ、粗品よりは儲けてます。やかましいわ、おい。やめんなよ、俺の。粗品の生涯年収よりは。そうっすね。おい、こら生涯年収。政治家って炎上してる。粗品の年収、俺の3秒だった。やかましいわ、おい。やかましいわ、やったろかい俺とやれ
リング上がれ。なるほど。いやすごいよな。あれで3秒。あれで3秒。いや本当とんでもないですよ。すげえな。ねえー、ラジオネーム世界百秋。うん。夏川天心さん質問です。試合の後、減量関係なく、うん、一番最初に食べたものなんですか。それ聞きたかった。一番最初に、うん、食ってますか。うん。コンビニのスイーツ作ったっす。うわぁ、なんか好感持てるわぁ。じゃあいっつもなんですよ。主人公やん。じゃあなんか試合前はもういろいろその YouTube とかでもう大食いしてる人とか見てやるとか、なんかここの焼肉屋とかあれとかすごい見るんですけど、でもやっぱ試合終わるともうその場で食いたいってなるから、へー、だからコンビニ行って、えでもスイーツ、コンビニ行ったかなと。すごいな。試合後そうです。えいつもいつもいつも、えいつもも食べるんや。そうで、スイーツをバーっと食って、何系の、もうなんかあすかね、クリームのったなんかちょっとこうケミカルな味な、ケミカル、そんなん食わんかったもんな。おお、それをもうブワーっと食って、へでアイス食って、あ、それで試合終わったってなんねや。で血糖値バーって、へーしゃーみたいな。へえ。あ、そのメインディッシュ、その米食うとかはなく、もういきなりスイーツ。いきなりスイーツです。もう糖分が欲しいなんです。すげえ。やっぱ減量中とか甘いもん食いたくなるんですよ。へえ、うん。へえ。そうか。ほんで寝て、あ、寝てないんか。そうですね、寝てなくて。なんなん？次の飯は？で次はそのまま焼肉食ったかな。おお。はい。すげえな。で、今もう幸せ状態です、ね。そうか。何でも食えるから。まあそうですね。まあまあまあ。そう、ボクサー、ボクサーというか、すごいね。すごいな。アスリートは。うん。で、こっから楽しみですね、このボクシング。そうやねんな。天心、まあまあ、その、ほんまにボクサーなって、そうっす。この、なんていうの、その、ロードワークとかのやり方も変わるんですか？だから、練習の仕方とか全く変わるんですよ。全然ちゃうやん、やっぱ。本当に、はい、別競技ですから、本当に一からスタートみたいな。すごい人やな。ほんまに足使わんの？もう。使わないでしょ。まあ、違う意味で、まあ、この、足はでもめっちゃいるでしょ？やっぱ多分、ステップとか。とかは。いや、でも蹴りたいやろ。いやいやいや、とか。まあまあ、どうなんすかね。わかんないけど。癖出えへんの、こう。いや、まあそこは大丈夫だと思うんですけどね。そうそんな生半可な気持ちでやってないんでね。はい。何ですか？そりゃそうっすよね。はい、お前意味わからんで。その俺も別に漫才中フリップ出してないですけど。いやいや、そんな。蹴るわけないな、ボクシングで。何が？いや、まあ漫才中フリップとまたちゃうからな。全然一緒やんけ。え、漫才中ってあれフリップある人あるんですか？ないねえねえ、あんまりねえよ。ねえ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 。あれヤポンスキーぐらいだよ。エンスト。ヤポンスキーがオンエアバトルでやってたよ。あったね。絵描いてたよ。昔。バカタレ。ちげえよ。いや、キック、いや。オンエア時代のね。オンエアバトル時代のね。いや、すごいわ。すごいすごい。ボクシー、すげえな。まあ、だから、スピードはでも、いや、ちょっと楽しみっすね。あ、この、なんでしょう。うん。今後、わからんけど、スポーツバラエティ番組とか、うんうんうん、まあそれこそね、これトークバラエティとか、うんうん、オファー殺到してるでしょ、今、電子。結構来てるっす、ね。全員この話聞きたいの、今、下降り明治の日本が、リスナーが今、聞けるチャンスよ。だこれとかももう多分、ここで初出し。静岡県ラジオネーム、しじやさ。やっぱりご本人に聞くのが一番早いということなので、はい、天使さんにずっとしたかった質問します。はい、ウィーだと何のカセットが好きですか？どうでもええわ。ウィー世代やけど、天使ちゃん。これ気になる。ウィー、はい。ウィーですか？ウィー。ウィー。まあ、下でもいいよ。ゲームキューブとか、64でも。今それ？これ一番気になる、今。やっぱウィースポーツとかやるん？ウィースポーツのボーリングはやってた。いやボクシングちゃうやん。惜しいな。ボーリングね。ボーリングはやんねん。あれ、必ず、その、スライドして、こう、うん。あ、ひねって？ひねると、必ずカーブかかって、必ずストライク取れる。あったあったあった。あ、それはちょっと。あった。十字キーでこう合わせてね。そうですね。やってました、ね。ジジジジジ。これネットニュースですね。ならんて！ウィースポーツじゃなくて、うん、なんか。じゃ、もっとあるじゃん。うん。ああ、なんか、その、そうそうそう。格闘技系のこととか。うん、ああ、格闘技系のこと。Wii、だって今だって、うん、精子、ほんまに1ヶ月前なんですか、それ。いや、それもいらないでしょ。いや、いるな。それめっちゃ気になる。いや、ほんまに1ヶ月前。いや、ほんとっす。すごいね。Wii は何？その、Wii はいいよ。え？ Wii はいいって。末置きでもいい。B はもういい。横に。いいね。倒してた。俺末置き。末置き。末置き。え、ゲームキューブやってました？ゲームキューブもやったことあるレベルですけど。ああ、じゃあちょっと下やな、やっぱ妹とかより。
あ、これね、岩手県ラジオネーム逃げ役、うん、はいはい、天心さんに質問です、はい、取材の元キックボクサーになった現在何をしたいですかという質問に対して、うん、サバゲーかなと答えていましたが、はい、味方にするならせいやさん、粗品さん、どちらを選びますか。お、まあ、味方にするなら、うん、まあ、せいやさんです、ね、あれだっす、まあ、なんでな、やりましょう。いや、粗品は打ちたいでしょ。やかましいわ、おい、やっぱ内頃誰が内頃やねん、おい、内頃だしろかよ、お前、内頃だしだな。でもゲームやってるじゃん。あ、はいはい、サバゲーのゲーム、はい、FPS やってるよ。そう、ずっとやってるから、やってるよ。そこはちょっとうまいかなとか思うっすけど。俺でしょ。え、これほんとほんまに言ったん、サバゲーかな。サバゲーやりたいっすね。へ、え、ぇ、ー、いや、なんかそのやり、好きなんや。やってみたくて。え、だって動体視力とかエグいんじゃん。避けれんじゃん。サバゲーで初の。ババ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 。弾避け。なんかバラエティで避けてたな、なんか。ピュン。あ、なんか、逃走中、弾とか。弾な。そう。そうや、戦闘中や。戦闘中とかもそうだし、スタジオで、そうや、ピンポン玉みたいなやつや。そう、結構。あったあったあった。やったりとかは知ってた。俺、戦闘中で、出たんですけど、無断で天心さんの名前出して、あの、天心の、あの、動き真似してきましたみたいな。そういえば、勝手に言って滑りましたわ。すまん。何の報告や、はい、そういえば、現場でめっちゃ滑ったわ。何の報告や、多分俺見たんですけど、多分疲れてなかった。あ、そうですか。よかった。動体視力エクイよな。やっぱ。いや、そらえぐいっしょ。反射神経は、もう、パンチとか当たらんの？俺らが、って、本気で顔面殴ろうとしても。いや、でも、なんか、その、気抜いてる時だったら当たるっすよ。じゃあ、気抜いてる時にやってくるから、粗品。粗品？お前、うん、普通に、天心さんの顔殴るの？普通にサウナとかで整ってる時とか、えいとか言って顔殴ってくる。やば、女でいかしないやつと、つるむな、もう。一番痛い。那須川天心、つるむな、粗品と。普通に、えいってやってくるから。そう、いや、別に、普段の時ならいいですけど、いや、サウナで整ってる時って、はいはいはい、一番やってほしくないから。まあ、集中して気持ちよくなってるからね。そう。で、目つぶってるのに、えいとかやってくる。えいってすな、お前。俺、顎に生つか入れてるから。そう、やってくる。天使さんに、うん、やってくるっすね。いや、もうそんなんもうバーンっていうカウンターとかやってもいいっすよ。いや、だから、ね、やろうとすると、いや、ほんますいませんすいませんみたいな。弱いね。てちゃんてちゃんてちゃん俺の相方そう、雑魚やん。七個下のあれすいませんすいませんあれとかやってくるから、そう、雑魚やん。あれんすあれんす。仲ええねんな。優しいわ天使ちゃんはほんま、普段こんだけすごいわ、このな、何がすごいってやっぱ一個も威張ってないやんか。確かに。こんの普通の人みたいに喋ってくれるやん。それがすごいな。しかもユーモアあるしな。スーパースターよ。面白い人やねんな。あ、まあそう、威張るはない。だから俺らの世代の感じがするというかね、この。今までのスーパースターとまたちゃうというか、こんな喋りやすい、確かに、まあ、ボケさせてもらえるというか、ほんまや、それがすごいな。いや、なんか僕、そのお笑いめっちゃ好きなんですよ。あの僕一番尊敬してる職業が芸人さんなんで。マジで言ってたな、それ、はい、だからこうやって友達に嬉しいなってくれたりとか、そうっすね、来てくれたりする、だから芸人の人は本当なんかこう、まあ、なんか格闘技とかはまた別ですけど、戦ってるじゃないですか、はいはいはい、なんかそういう戦ってる芸人さんは好きです、ね、すげえ。なんかこう見てて、あ、なんか戦わなくなったなとか思ったりもするし、芸人見てて、芸人さんみたいな言ってたわねとか、言ってたな。なんか本当好きだからこそ、あ、なんかちょっと変わったみたいな。下鬼明治は戦ってる、は戦ってる、ね、よかったよかった、はい、やめとけその話とか。お前知ってんねん、その具体的な名前出し合った。お前も出しやんかい。俺もお前は出すな。あ、そっか、とか、すごいな。そう、だからめっちゃ見てくれてんねや、なお笑いを。ちなみに、まあ、うん、どんな芸人好きのほか、まあ、俺らは、うん、あれやとして戦ってる芸人、戦ってるちゃんから見て、なあ、これ嬉しいで。いや、名前言われた、嬉しいね。戦ってる芸人っすか。いや、でも面白いのは、あの、さらばさんとか。ああ政治のひかりさんな。とかは、確かにおもろいよな。めっちゃ好きですし、なんか、あの、トロサーモンの久保田さんとか。ああなんかずっと尖ってるじゃないですか。あ、なんか、ちゃんと見てるな。はい。ちゃんと、すごい芸人さんだな。久保田さんとかの、やっぱあの感じがいいんや、やっぱ。なんかもう、なんか、演じるじゃないですけど。うん、はいはいはい。なんかもう、本当に。プロよな。プロだなーっていう。うん、すごいからね。すごいなぁ。なぁ、思ったりはします、ね。しびれるなぁ、すごいね。だから、まあ、こんだけ喋れるアスリート、マジで。ボブサッ
ップ以来ちゃう、ほんまに。こんだけ笑い取れる。サップは喋ってないでしょ。いや、二代目ボブサップって。いや、いけるんちゃう。このバラエティ力。いや、二代目は嫌っすね。別に。え、あの、デコで、なんか手話作れる。それ無理っすね。覚えてるわ、あの、ボブサップの。うにゃーってるやつ。手話だらけのやつ。そうそう。白子みたいなやつ。もう食えねえ、白子。ちょっとそうっすね。そこじゃあね。あ、違う。ですけど。まあでも人と喋るとか、なんか結構好きな。すげえな。ちゃんと突っ込んでくれるしな。そら、粗品と波長合う。その芸人と波長合うわ。あ、ほんとですか。喋りがこう違和感ないもん。なんかボケたら突っ込んでくれるし、乗っかってくれるし。なあ。すごいね。ありがとうございます。アングリーピストルズ元気。いや、カザネ。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 カザネは違うし。カザネさんのやつもすごかったよ。すごかったな。すごかった。さあ、というわけで、早いもので。いやー。天心、お別れの。いや、豪華な時間でしたわ。呼び出するね。あら、するだろ。そうですね。年下だろ。3、粗品の関係ですか、なんでやねん。そうです。天心、粗品、まあまあ、粗品はええわ。キャップ言って、タメ口は。いや、俺は天心は天心やろ。天使3でしょ。なんでな。そこは。タケルに勝っただけやん。いやいやいや、違うよ。たったタケルに勝っただけやろ、お前。お前、そんて、タケルさんの試合しかやってない人やと思ってんの、お前。もう、あの一回、違うでしょ。違うでしょ。一回こっきり、一発やちゃうで、この人。一生いっぱいやろ。いや、違いますよ。タケル、メイウェザー。メイウェザー、タケルやで。お前、めっちゃメインイベントしか見えへんやつや。おかんやん。ミーハーやん。なんかやんねんて。ミーハーじゃん。ミーハーじゃん。超ミーハーじゃん。ええやん、別に。ミーハーやで。後でサインちょうだいな。あれミーハーやな。いやいや、あげないけど。なんで？なんで？全然あげないけどね。いや、ちょっと良くないですよね。まあ、ちょっと良くないね、このミーハーは。全然良くなくない。ミーハーは最初、ツレションで、チンチン見てきたやん。よう仲良なってくれた。ご飯ちょっと、まあでも、今から忙しいもんな。いやいやいや、でも全然。行こう。ガードマンと行こう。また。行きましょう。みんなで。ねえ。すごいね。というわけで、ありがとうございました。あ、天心いかがでしたか今日ちょっとラジオ。急に出てもらいました。急に出てくれた。ありがとうございました。いや、本当っすよ。急ですよ。本当。よう来てくれた。本当に。本当急ですよ。これ、ね。駆けつけてくれるね。はい。まあまあ、ね。だから、仲いい粗品に呼ばれた。よう来てくれた。ほんまに。よう来てくれた。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、本日のゲスト、那須川天心さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね。見るな、あのアベマのやつこの話聞いてな、なあすごい、やっぱ俺ら世代のちょっと楽しみやな、ちょっとボクシング転向もちょっとめっちゃ応援します、ありがとうございます。ボクシングもおもろいな、ね、頑張ってください、ありがとうございました、ありがとうございました。日本放送キーステーション全国36局ネットで放送中、霜降り明星のオールナイトニッポン。霜降り明星の粗品です。せいやです。さあ天心帰りまして、おい、メール来てます。すごいね、やっぱラジオ、いや、すごいラジオやってるもんですね。なあ、来てくれるホイッピーさん、せいやさん、試合後初のメディアとなる天心選手に対するインタビュー力圧巻でした。ありがとうございます。やはり、霜降り明星のインタビューは、せいやさん、そういう気概が見て取れる素晴らしい対談でした。うん、心からありがとうと言わせてください。うん、ありがとうございます。わしはえ。わしはえ。綺麗なわしはえ。わしはえ。うん、わしはえ。ガイドブックのようなわしはえ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。違うかな。はい。せいやさん、ということで。いや、俺も引き出してたよ。その天心を、ね、いや、その意味わからんこと言ってた。お前友達か知らんけど、ずーっとそのいじってたな、メイウェザーとか。メイウェザー、違う選手の名前だし、カザネ、カザネ選手もすごいからな。カザネ選手すごい、そのボケになる人ちゃうからな、すごかった。いや、すごかったな。強心、強心、天心さん、めちゃくちゃ気さくですごくいい人で、さらに好きになりました。声だけ聞いてたら全然俺でも勝てそうでした。いや、粗品か。おい、誰がやねん、粗品みたいなやつ。俺こんなやつなんかよ。俺でも勝てそうやな。まあな、そんなん言うわよ。いや、それがすごいよね。そうやね。もうやっぱほんまにすごい人ってすごいって見せへんから。確かに超一流、それがすごいな。すごいのをやっぱ見せへんのが一番すごい、最強。一人で帰っていったで、かっこよすぎなあ。一秒も威張ってなかったもんな。確かに。すげえわ、マジで。すごいなぁ。普通に。だって、俺にもちゃんと律儀に
あの、グッズとか、はい、サインもグッズの箱に書いていただいきましたからね、先週。最高やな。なんて、かっこいい男や。なあ。うん、すごいわ。おめでとう。なんか、いいですね。うん、この、もう言うても年下やもんな。そうそうそう。年下が日本盛り上げてんで。これなんですよ、第7世代って。俺が最初にやりたかった。こういうクリーピーナッツとか、天心さんみたいな、そうやな。10代とかの下の世代で、多ジャンルで、みんなでわーってやる番組欲しいなっていう。お笑いが多すぎた。お笑い第7世代じゃないよ。言ってない。エンタメ第7世代。エンタメ第7世代。これを待ってた。これを待ってた。やっとできました。待ってました。やっと待ってました。ねえ。さあ、そして、3ヶ月に一度の大事な発表のお時間参りましょう。はい。せいやさん、お願いします。かなでの近況発表！いらんわ、おい。3ヶ月に一度やるぞ、お前。奏での近況。誰が気になんねん。何しててもどうでもええ。奏？いや、ゆめっちやったらまだ気になるで。奏です。今お休みしてるから。はい。奏？はい。福田さんでも、ゆめっちでもなく、奏です。いや、負担でかなっただけやろ、今。コンビになって、3時のヒロイン。奏です。知らん。あ、間違えました。もう一回お願いします。お願いします。はい。ナゴンの今年のボケ数発表！いや、気にならんわ。あれは入れんの？みゆきの街ディスりは。あれは入れんのか？入れます。入れたらまあまあ行くか。ナゴン二人の。ボケ数発表？安倍くんも？テレビの、テレビでやったボケ数発表。いや、ゼロやろ、安倍は。テレビでゼロやろ。安倍くんは写真集とか出してますからね。変やね。うん。自分の写真集やろ？すいません、間違えました。じゃあ、3ヶ月に一度大事な発表ありますから。あ、すいません。お願いします。はい。日原の、ほくろ画像を探せ！いや、多いよ。いや、日原くん結構多いよ。ママタルト日原。はい。いや、誰が興味？ 3 ヶ月に一度増えるってこと、はい、?3 ヶ月に1回。イワラのほくろの。ほくろ画像を探せてなんなん、ほんで。ほくろ数えろとかじゃなくて。ほくろ画像を探せ。ほくろの画像を、はい、うん、一番でかいほくろを。イワラくんの、はい、競います。唇のやつや。唇に一個あるやつや、イワラくん。あるな。チャーミングやな、あれが。すいません。第13回 MVP レース結果発表ということで、ネタメール1枚を1ポイントと換算し3ヶ月に一度集計しております。はい、最も多くポイントを獲得したリスナーを表彰する MVP レースの結果発表です。コツコツと採用を積み重ねた実力派リスナーを発表していきます。いというわけでトップ5発表していきましょう。まず第5位は23ポイント獲得、三重県ウミンチュよっ。通算2度目のトップ5入りです、うん。ウミンチュ今回ね採用内訳はピリちゃんで1通、うん、その他全て1行というミスター1行です。めちゃくちゃなやつや。わけわからんやつ。ウミンチュに支えられてます。わややん。なんやわやってわやなやつやなこいつ。ありがとうございます。ちなみにどんなんが消えたかというと、あ、一行で来てましたね。はい。まあ、うんちというか、これはそうやな。ポルノグラフィティさんから来てたやつがありましたね。僕らの生まれてくる、ずっとずっと前にはもう、ハゲ二階建ては月にいたっていうのに。なんやねん、ハゲ二階建て。これがうまい。これでポイント稼いでんの。そうやで。ノーポイントやで、これな。いいえ。意味わからんこいつしかできへんからこれ、うん、意外にこいつやん、なんや全部。まあまあこいつです。もう採用すなこいつのそれ。おめでとうございます。それさあ、そして第4位は26ポイント獲得、ストレンジラブ。お、ストレンジラブよー聞くわ。 ありましたか、せいやさんに高揚力のネタメールは盛大に噛まれるアクシデントが逃げず。あったな。前回レースに引き続き4位をキープ。ごめんね、ストレンジラブ。何でしたっけ、覚えてないけど、はい、なんかあったか。1枚紹介。はい、あ、ピリちゃんね、はい、ストレンジラブ。ダルメシアン、自分たちの仲間だと思ってるだろうなチャンピオンはこちら、ルシファー吉岡さん。おめでとうございます。おもろいな、それ。ガラガラあったね、とかですね、はいはい、噛んだやつは、あ、古畑こういう録の、あー、なんかあったかな、なんかありましたね、いや、なんかおもろすぎて俺が、はい、
逆に気合い入れたらめっちゃ失敗したんですよね、古畑好きやから。そうそう、ほんで電話したけど出えへんかったんや。そうやねん。4位キープです。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。第3位は33ポイント獲得、よもぎ餅。おい、あここで来た。2連覇中やったんですよね、よもぎ餅、はい、MVP ね、がここで登場しました、うん、獲得ポイントは全レースと全く一緒ってことはレベルが今回上がってる、よもぎ餅はもう調子はずっといいんですよね。よもぎ餅、鳥取県米子市よもぎ餅、森永卓郎さんのスプラッシュ、スプラッシュ、ああ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 あ、ラジオの生放送で松田聖子さんに告白して共演 NG にされた。キモすぎるやろ、キモすぎるやろ。森永卓郎の使い手です。変やなこいつも。もうでもよもぎ餅名前聞かない週はないほど、もう助かってます、ありがとうございます本当に。うん、さあ2位1位に行きますが、これがすごいよ2人とも。第2位は42ポイント獲得、グッと上がります。おポイントグッと上がります。おいいね、盛り上げ上手、42ポイント盛り上げ上手。神奈川県たけみ、はい、5度のトップ5入りの経験があるたけみですが、今回は過去最高順位ね、選手の交友録では複数採用ありました、ね、後藤のようにね、ここでまた行った大活躍。ほんま名前見てないですから、内容で選んでますから、すげえね、たけみ見上げた、神奈川県たけみ、5月13日銭湯にいる子供にびっくりした顔で見られた極楽とんぼ加藤浩二さん、なんでお前大人のチンチン見るの初めてか。ありましたね、うん、あった、おもろいね、面白い、すごい、こういう録でってのがまたすごいな、録通採用すごい ねさあ、はい、もうこのポイントでもすごいんですけどね、十分優勝レベル、そうやね、1位が今回鬼がいます、さらに上がります。あ、盛り上げ上手、はい、デラックスの加納姉妹の最後の服の値段です。おどどどっと上がります。浜田さんやったんや、はい、スターのぞき見チェック私服や。1位ははい53ポイント獲得、うん、葛飾区ポストカードクラウドスマン、おめでとう、おめでとうございます。鬼です、通算7回目の OMVP を獲得、ミスター霜降り明星のオールナイトニッポン、そうやな、うん、枚数だけでなく複数ポイントを獲得している回数が他の職人よりも頭一つ抜けていました。俺は爆笑してるとカードあれもおもろかったしな、長谷川さんのメッセもあれポストカードじゃなかった、あ、そうやっけね、多分そうですね、やっぱ活躍度がすごい、ピリオドチャンピオン、うん、このマクドナルド狭くないチャンピオンはこちら2階は広いさん、おめでとうございます。やっぱ覚えてるもんな、覚えてる、3ポイント上げてますねとかですね、すごいね、すごい、いやほんまに俺昨日たまたま、うん、こう飲み屋で飲んでたら、うん、あのほんまに男の子、うん、なんかめっちゃ若い、うん、ラッシュを聞いてますみたいな、めっもう大好きですみたいな、あ、メール送ってよみたいなったら、レベル高すぎますって言ってた。やっぱすごいらしいよ、もう送られへんねんって、ね、もうハガキ職人のレベル高すぎ、めっちゃおもろいらしいよ、やっぱちょっと抜けてますって言うてた、おお、そうやな、送られへんねんって、強すぎてみんながね、え、いやいや、それ嬉しいことやな、みんなすごいねんて。さあ、ポストカードクラフトスマンには副賞として図書カード1万円分を申請します。図書カード以外あげたいけどね、なんか、いや、図書カードです。なんか言ってなかったですか、なんかあげようみたいな、聖夜賞と聖夜賞あげようみたいな言ってなかったっけ。あー、なんやっけ、甲子園の時もしかして、あ、甲子園か、それは聖夜賞、そうやっけ、うん、次甲子園の時になんかあげようって、2位のタケミ、あ、2位のタケミには、うん、3000円分の図書カードを送ります。図書カード好きやね。3位のよもぎ餅には、うん、2000円分の図書カードを送ります。なんか買えるみたいな言い方すなよ、全部図書カード、うん、ね、図書カードです、うん、さあ、ここでもうちょっとでトップ5入りという将来有望なリスナーの名前も挙げておきます。頼むで、そら失礼、そら失礼もよく聞くね、白バンタン、白バンタン、稲荷もよく聞く、チーズケーキ、チーズケーキ夫人も常連、パトス出ます、パトス出ます、タラチネのまま、タラチネのまま、ストーリーテラー丸山、ストーリーテラー丸山、ヒルバレーの時計台、もうなんか、うん、M1 の笑い飯キリン千鳥さんみたいなやつ来たな、もう、あ、知ってるっていうな、知ってる、チュートリアルなあ
あの時代のな、ねえ、もう4回目みたいな。さあ、このシーズンで複数ポイントを獲得した優秀作もいくつか紹介しましょう。はい、はい、ラジオネームせまし、山田くん例のものを配ってください。チャンピオンはこちら、山田くんじゃない人も来る。あったな。なんやねそれ、全員に配るとき来るけど3人ぐらい、あーこれ俺が好きなやつや。大阪ラジオネームそら失礼、小湯録ですね。5月15日女の子から告白されて、なるべく傷つけないように断る 8.6 秒バズーカ浜屋根。うーん、まずはゴレライ。ゴレライ。これ好きやわ。とかですね。ラジオネーム逆輸入ちゃん。はい。お前が決めたんやろ。チャンピオンはこちら。卒業コンサートで号泣するアイドルさんです。おめでとうございます。ええやん。よく聞いてるね。その改めてやん。お前が決めたやろ。ああ、ほんでこれがあった週か、これ。藤原元スマブラ参戦。はい。横浜銀歯へ、ランさんのスプラッシュ。何やっけ、あー無理無理、あー2002年7月から2ヶ月間だけ芸名がヤシの実だった。忘れてた、めちゃくちゃ笑ったなこれ。ヤシの実、ヤシの実や、おもろすぎるな、おもろすぎたなこれ。ランさんヤシの実やったんや。ヤシの実4ポイントあげてんもんな。まだヤシの実、めちゃくちゃおもろかったこれ。ヤシの実、ヤシの実いいやな。めちゃくちゃ笑いましたね。めちゃくちゃ笑いました。元気もらってます。また笑かしてください皆さん。笑かしてください。元気ちょうだい。というわけで以上、第13回 MVP レース結果発表でした。さあ、というわけで、ここから、次の、はい、第14回の MVP レースの、はい、採点が始まります。ポストカードを倒せという、倒してくれ、横綱を倒してくれみんなで。行きましょう。こちらのコーナーです。はい、霜降り交友録。霜降り明星が様々な芸能人、有名人と絡んでいる様子を想像して送ってもらっています。兵庫県西宮市、ラジオネーム、昼バレーの時計台。お、6月20日、後輩と一緒に食べ放題にやってきて、ぼそっと説教する錦鯉渡辺さん。お前、食べきれね、量、取ってくんなよ。オフの感じの。ありそうやな。抑えてる感じの。お前、食べきれね、量、取ってくんなよ。大人やからね。大人。めちゃくちゃ大人。うん。その変な、そんな笑いいらんねんっていう。うん。群馬県ラジオネーム、ストレンジラブ。6月10日、編集者になり、小田栄一郎さんにアドバイスしてる野生爆弾のクッキーさん。おお。ラスボスにビフタネン出すのはどうでか。バックトゥーザフューチャーの。いや、言いそうやな。ビフタネン。ワックスがけで車の。車、2回やるってのはどうですか。めっちゃおもろい。ビフタネンのモノマネがめっちゃおもろいな、クッキーさん。顔似てるけど。なあ。めちゃくちゃおもろい。あ、これ2ポイント。群馬県ラジオネーム、マニータッキャオ。6月19日、医療ドラマの手術シーンを見て、医者に苦言を呈する誰逃れ明美。いや、最初は自分でメス取ればよくない？誰ちゃんやな。一発目。言いそうやな、最初はな。まあ最初は1回目はメス持っとくよって。そうやな、うん。いいね。東京都、どうにもならんよ。6月23日乱交パーティーにフラッと立ち寄って差し入れだけして帰る木梨憲武さん。これあのポカリ。なんなんそれ。なんなん。木梨さんのボケでありそうやな。いや確かにな。これねポカリしていかんねや、別に、うん、汗かくからね、やっぱ乱交パーティー、乱交パーティー振りで、群馬県ラジオネーム、ストレンジラブ。6月24日ガキツカの七変化でしつこく粘った芸人が部屋から出て行った後のダウンタウンの浜田さん。長いな。相方蹴るやつね、机の下で。おいおい、鉄なあるけど。すいません。すいません。浜田さんがああなったら安いねん、金。どうやってな。もう終われ、みたいな。これはいいね。2ポイント。神奈川県竹見。6月17日、ひろゆきさんに危うく論破されそうになるも、得意の話術でうまくかわす藤原原西さん。ほう。でも、その言い分だと、先ほど、原西さんがおっしゃられた意見とは真逆のことを言ってことになるんですよね。なりません？それ。うん。
黙っとけ。あるけど、あるな、あれめっちゃおもろいな。あるけど、黙っとけ。いや言うたらあかんよ、さ討論で黙っとけなんかあかんよ。これ好きやわ。落語のやつな。あ、落語のやつ。落語一席っつって。おい、お前。何とか何とかじゃないかい、おい、何とかだろ、何とか、何とか言ってみるよ。黙っとけ。お後がおよろしい。めちゃめちゃおもろい。おもろいな。これは2ポイント。落語いじりおもろい。岡山県津山市、デマゴイゴイス。指すまをしているボビーオロゴン。次、俺の番か。うん、行くよ。指すまーも。もう、もうええってそんなん。わざとやろこいつ。指すまーも。もうええ、日本人が笑うと思いやがって。もうで、再ブレイクです。もうええ、もうええ、もう聞き飽きだもん。なんだよ、そしたら。わざと噛んだりしないでください。おい、もしな。もしなって。おい。いやいや、もうわざと。もしな、なんだよ。わかるやん、2とか、3とか。本当にわかんないよ。わざといわ。本当わかんない。わざとでしょ。どんな声やったかな、ボビーさん。声が思い出されんかった。鳥取県米子市よもぎもち、6月20日、謝罪会見を開く粗品。俺この度は、私の至らぬ行動により、多くのファンの方、うん、関係者の方の信頼を、裏切る形となってしまい、本当に、申し訳ございませんでした、と。言うわけないやろ。言うわけないやろ、お前。歌の後にな。もう意味ないで、この謝罪会。そらそうやろ。なんちゃらーと。申し訳ございませんでした、と。意味わからんやん。そんな、何を言うた声出しやからな、もう。いや、そう。小枝不動産やろ、それ。全然ちゃうって、俺と小枝。申し訳ございませんでした、と。なかなか始まらないやつやろ、オープニング。どんなかなー。ディンディンとか言って。やらんて。とうて出さんて。僕の方の方。関係者の方の信頼を。じゃあ、ええねん、そん。福岡市、軍師勘弁。6月18日、先輩風を吹かす浜やねん。ゴレラの台もっときつかったよ。ゴレラやん。ゴレラの台。何やねん、ゴレラの台やんって言って。ゴレライ。なんなん、ゴレライ。ゴレラの台。俺らの代やろ。俺らの代やったら考えられへん。やかましは。絶対言うからな、先輩。言うな。これもいいね。2ポイント。言う言う。ラスト。鳥取県、よもぎもち。6月20日、常識をひっくり返す例え話から深いことを言いそうな島田紳助さん。あんな、絵が、一応笑うものあるやあれ。一円になくって言うやん。うん。それはな、一円でたまたま泣いたことあるやつが、勝手にな、経験談で話だけやっちゅうねんな。ちょちょちょ、言いそうやけど。あんな絵か？ちょちょちょ、しまるし。あんなもんせやであれ。あんなもん一円を笑うものは一円なくって言うやつやあれ。それは一円でたまたま泣いたことあるやつが、勝手に経験談お前、話だけやっちゅうねんな。ちょちょちょ、東野さんが、ちゃうねん。なんでもそうやん、その。いや、島田紳助さんもう不利なんや、普通に。お題。紳助さんのモノマネ今からちょっとほんま真剣に練習しようかな。若手のお前が。紳助さん。ちょ、珍しい。トークの感じやっぱすごいからね。話術すごいよ。うん。とんでもない。見たことないかも。なんでお前。紳助さんのモノマネ。なんでお前。それちゃうよ、お前。いや、ちゃうっちゅね、お前、それ。それちゃうっちゅね、お前。なんでもそうや、お前。あれ、年取った人が、お前、時間とか、時間とか、経つの早いっていうのは、初めて、新しい経験とかせんちゅうやん。俺らもせいで。だから、こう、年取って筋トレとか、この筋肉がな、こう、どん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 大事っていうのはそういうことやねん。こう、どん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 時間経つ早いから。で、ジムとかせなあかんの、お前も。なるほど。どんどんそういう年になっていくのよ、ほんまやで。ちょっと覚えてへんわ、そこまで。記憶から消えてんねんな、年取った方が、このなんか、時間遅なるとか、あ、嘘やで、あれ。じゃあ、その、ええねん、この、あれ嘘や、あれな。独壇場やろ。あれ、どうでもいいやつがあれ言うとんねんな、最初な。ええねん、なんとも言われへんわ。
さあ、というわけで、ss@allnightnippon.com。宛先は ss@allnightnippon.com です。このコーナーメールはせいやが選んでいます。メールの件名、交友録でお願いします。ちょっと、畑中なかった。あ、畑中は今週はなかったですね。あ、来週。ちょっとお楽しみ。最高すぎて休んだ。霜降り明星オールナイトニッポン、オールナイトニッポン、霜降り明星のオールナイトニッポン、霜降り明星の粗品です。せいやです。東京都ラジオネーム沼袋。おう。第13回 MVP レースランクインの皆様、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。しかしリアクションばかりの僕が言うのもなんなんですが、最近せいやさんの複数ポイントの基準がまた少しガバガバになってるような気がします。ああそう。ここは一つハゲフライも帯を引き締めて大会自体に緊張感を持たせていきましょう。粗品さんバッチリです。引き続きこの調子でお願いします。ありがとうな。いやいやいや、その1行のハゲなんとかに1ポイント入ってんねやろ。あれが一番ガバガバやろ。いいえ、1ポイントです。いやいや、その俺の担当してるこういう録とかは全体的に上げてるから別にええのよ。この平均が高いだけで。いやだからラジオ聞いてても、はいはい、うちの嫁フライもうんって言ってるし、はい、ハゲフライそこ直した方がいい。何やねんハゲフライって。え、なんでまず嫁フライって呼ぶねん。いやなんで嫁あげんねん。奥さんの呼び方、うん、いやハゲ、もうハゲてないしな全く。まあまあ、うん、そうやな。別に俺もハゲてると思ってない。お前がハゲてるとは思ってないで、うん、ハゲてないやつに、うん、ハゲてるって言ってどこがやねんっていうことですから。ボケ多いな。じゃあそのボケ最近毎日打てない。うん、全然なんか愛感じへん。そのいやいや、俺がおもろい罰ゲーム時とかになんか笑っていじんのはいいねんけど、なんかおいおいハゲとかさ、俺そんな言ってた。おいハゲなんか多いね最近。ハゲてるとか、おハゲてないかみたいな、こうなってきたね。まあその分なんか愛が足りへんかもな、そのいじるにしては。焼肉屋の回見た？今日霜降りチューブの。まだ見てない。あ、見て。あのどげなんか焼き土下座みたいなボケん時の結構ハゲてなかったよ。ハゲてなかった。うん。何やそれ。3日見といてくれ。こうハゲてるってこと？あ、いや、そういう、そういう意味じゃないけど、なんか3日見といて。なんかちょっとこの愛がいるかもな。そのいじるんて、はいはいはい、テクニックいるから。相方でそのすみません、うん、そのテクニックないかもな、ハゲに関しては。ごめんなさい。うん、無理。島根県、もうやめろ。だこういうやつらが。はい、いじってくんねん、一行でも。俺今日一行でもそれあったら許さんからな。全然今日ないです。ああ、よかったよかった。全くないです。期待してるで。さてと、俺がフリッチもやな。コテコテやないかい。俺がフリッチもや。コテコテやんけ。藤原元スマブラ参戦。おお、来た。奏の近況発表です。いらんて、奏の近況。ありがとう。アンテナなんやねん、こいつ。6月17日に、一人二宮和、いや、和成。一人二宮和成生誕祭と称して、ニノの歌を歌う人からをやってました。せ、はいや、はい、さん参考にしてください。4ポイント！なんでやねん！ガバガバやないかい。MVP レースにこれ響くよ、奏の近況が。奏の近況がな。あいつ、嵐さん好きですからね。好きやね。もう異常に好きやろ。そうそうそう。ニノさんが好きなんや。ほんまにファンはケーキ買ってな。やりますからね。やるね。本人不在の誕生会。そうそうそう。なんでそんな情報ない？いや、なんかその仕事のこととか聞きたかったわ。レギュラー番組増えましてとか。いやいや、プライベートの。いや、どうでもええな。あの、さっきの天心さんみたいな感じでやろうや、奏の話してて。うん、いや、やっぱ本人に聞かなあかん。ええわ、奏のシークレットゲスト。どうですか。盛り上がらんな。ああ、やっぱそうですね。いや、やっぱり、あの、ありましたね。はい。いや、ああ。やっぱりありましたね。ちゃ、あの。何すか、粗品さん。いや。なんで、私にも言ってくださいよ。天心さんみたいに。聞きましたよ。天心さんのやつ。いや、天心はちょっと特別な友達だからやっていいけど、お前別に友達じゃない。やってよ私にも。はい、友達じゃない。やりなさいよ。それなんなん、その服、教本で。やりなさいよ。なんなん、あの、メイド記さんの時の。ちょ、それ着てくなって、それ。さやみどんです。ちゃうねんな、なんか。こっちがいじってなんかちゃうねんな。服。早見、ドンです。早見、ドンできたやろ、あいつ。服で来てな。違う。
ちょっとちゃうねんな。お前おもろかったんよな。めっちゃええねん。ならではな。あれおもろかったけどな。一回目のゲストで、うん、3時で来た時の、うん、なんか俺となんか恋愛みたいな、かなでのノリあって、うんうん、俺のことなんて呼ぶん、うん、彼氏やったら、うん、てめえ変態だよみたいな、あれおもろかったよ。じゃあお前、よう覚えてんな。変態に決まってんだろみたいな。なんかあったな。あいつの、キレイ。君は変態だよ。あれはおもろい。さあ。とか熊本プロレスとかやっぱ好きやねん、俺。あ、もう集めようや、そういうやつ。おもろい。なあ。さあ、それでは、こちらのコーナー参りましょう。ピリオドチャンピオンTBS オールスター感謝祭で他の追随を許さない計9回のピリオドチャンピオンを獲得している私が、はい、いろんな分野のチャンピオンを発表しているコーナーです。うん。ここだけの話。世界長者番付1位のイーロン・マスクから。1位。ピリちゃんという名称を5兆円で売ってくるという話。売れ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 すぐ売れえ ?5 兆円あかんよ。売れアホ売られへんよ。いやいやいや、いっぱいおるからピリちゃん。早くしないと誰か行かれるぞ。ダメ。死ぬほどおるからピリオドチャンピオンって。来た。ピリオドチャンピオンいっぱいおるからね。オファー来た。いやまだやろ。来てない。いやまだまだ。なんか俺次賞味の高速首振りが出とる。まためっちゃ首振ってた。メジャーのあの人形ぐらい振ってたから首がバレになってるやつ。ああポイーンって。俺なんか次な出しろあると思うねんな。そのクイズ王として、なんかクイズ王粗品を倒せピリオドみたいな俺あると思うねんな、マジで。いやなんかそれ逆オファーしてる今。いやどうすか。俺ほどこんな研究してるやつおらんからな。まあまあまあ、コーナーありえるくない。いや、まあまあまあ、まあ、あくまでクイズのコーナー、ピリオド、まあ、あんまそんな見たことないな。そうでしょ。オールスター感謝祭で、みんなでこの俳優さんもやるから、粗品メインのコーナー。俺を倒せっていうコンセプトね。いや、ちょっと盛り上がるかね、はい、その。盛り上がります。ほんまにやりそうやな、こういうの聞いて。矢野さん優しい。矢野さん優しいかな。ほんまにやるぞ。横浜市ラジオネーム帯番組。小走りチャンピオンはこちら。ダウンを取ったボクサーさんおめでとうございます。小走り。小走り。小走りで。そっから始まるからね。ねえ、うん。はーい。行きましょう。徳島県鳴門市ラジオネーム TK サンダー。いつからライトついてたんチャンピオンはこちら。あのトンネルからさんです。おめでとうございます。あるなあ。あれライトついてるな。自動でつく時もあるしな。そうそう。大阪府高槻市ラジオの出前マン。急に走り出すやつチャンピオンはこちら。靴紐結ぶ距離稼ぐさん、おめでとうございます。あのね、懐かしいなーって無言で走って、どうしたどうしたどうしたって言われて、で靴紐結んで、あああとからちゃうねんちゃうねんと思いながらね。あったなー、うん、あるね。兵庫県尼崎市ラジオでもニューヨークヤンキース。思ったより行くねーチャンピオンはこちら。前のバスがバス停に止まってる時の後続のバスさん、おめでとうございます。思ったより行くねー、おい来るねーっていう。ぶつからん、大丈夫だ。来るな。まあ、前見やすいかな。危ないね、あれ。神奈川県ラジオネーム、たけみ。サングラスかけてるチャンピオンはこちら。お父さんの若い頃の写真さんです。おめでとうございます。まあまあ、かけてるな。かけてる。浜辺でな。うん。俺ら世代であんまおらんけどね、サングラス。お前かけてる。昔は多かったんかな、なんか。多かったイメージあるな。あ、神奈川県ラジオネーム、たけみ。聖夜が戦隊ヒーローものに出演した時に担当するカラーチャンピオンはこちら。おう。キレジレッドさんです。おめでとうございます。何やねんそれ。おい、来たね。キレジレッドやな。汚い赤やな。赤すぎる。赤すぎる。赤がすぎる。キレジレッドやろ。いや、そ、血の色見てられんから。え、キレジレッドから血出たらどうなんねんそれ。怖いね。キレジってことはそれ。それがキレジですよ。何やねんそれ。キレジが切られたらもうわけわからんてそれ。最初に切れてんのに。キレジレッド。何やねん、キレジレッドとか、ションベンイエローとか。なんでそんな、覚えてんの、下半身から出てくんねん、全部俺の色。モモクロは確かションベンイエローでしたよね。もう。担当は。いや、意味は、シオリンゲロ吐くから、横で。黄色に新しい仲間が入りました。よろしくお願いします。黄色で頑張ります。ションベンイエローです。つって。うるるるるって。普通にシオリンが普通に吐くと思うよ、ステージで。うるるるるって。ねえ。愛知県ラジオネーム、左のサウスポー。
セイヤの雨に対する謎の価値観チャンピオンはこちら。え？あ、なんや。サッカーやっとったから笠澤さんからな、さんです。いや、そうよ。正解。正解。正解な。そうなの。うん。やっぱサッカー部は、試合とか平気でやってたからってこと？全然大雨でもやりますから。やめよ。うん。大雨で。全然、スポーツ、サッカーやってたやつは特にやっぱ雨、小雨では笠澤さんよ。雨ひたいです。謎の価値観でした。避けれるしね。群馬県ラジオネーム、マニータッキャオ。メチ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 チャンピオンはこちら。図鑑開いた時さん、おめでとうございます。あるな。めちノリみたいな。なぜやな。めちめちめち。めち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 。ありますね。東京都ラジオネーム、朝昼夜。どこからどこに行ってんのチャンピオンはこちら。新宿でチャリに乗ってる人さんです。おめでとうございます。どこ行くの新宿で。どっからどこ行ったの？あんな交通量。なあ。もうバスの街よ、あれ。あれバスの街。バスと電車の街やで。いやー。自転車で。なあ。大阪府大阪市ラジオネームおもちもちもちももち。おばさんと呼ばれると怒るチャンピオンはこちら。悪の組織の女幹部さん、おめでとうございます。おばさん。あれがおばさんよ。カチンとくんねんな。兵庫県ラジオネームストーリーテラー丸山。奥の方を使うチャンピオンはこちら。うまい人のハサミさん、おめでとうございます。奥できるよ。貯金ってやらんでんな。奥の方で切りますね。ズーザーズーザーっていう。うまい人のハサミ。あの運動はうまいね。何かと思ったら。ハサミ。あれはうまい。2ポイント差し上げます。京都府ラジオネーム筋肉にメロディー、うん。シミケンしか使ってない小さいチンコの呼び方チャンピオンはこちら。エコチンコさん、おめでとうございます。エコチンコって呼んでんの？そうだよ。何それ。エコチンコ。エコではないよ別に。シミケンしか使ってない。一緒やろ別に環境的には。エコチンコだね。エコチンコって。神奈川県、藤沢市ラジオネームエデン、うん、黙っとけマジでチャンピオンはこちら。もっと服にお金使った方がいいよさん、おめでとうございます。原西さんや、黙っとけ。あの日さんやな。黙っとけ。まあ黙っとけやな、ほんで。好きな服着てるからな。ほっとけ。安くても。福井県福井市ラジオネーム、富士デビン。ポーネグリフぐらいぎっしり書いてあるチャンピオンはこちら。おぉ。カロリーメイトの箱の英文さんです。おめでとうございます。書いてるね。ポーネグリフやな。ぎっしり書いてるね。ああ、素敵。わかりやすいね。さあ、ラスト。神奈川県藤沢市ラジオネームエデン。アピールまではしないけどそっと見せるチャンピオンはこちら。マックで呼ばれた時のレシートさんです。おめでとうございます。めっちゃわかるわ。いやこれもうなくてもええんちゃうと思うし なあ。なくてもええんちゃう。でも一応うん、もうなんとなくね。くれるしな。これ2ポイント差し上げます。いいね。というわけで、ss@allnightnippon.com、宛先は ss@allnightnippon.com。このコーナーメールは粗品が選んでいます。メールの件名、チャンピオンでお願いします。霜降り明星のオールナイトニッポン。続きまして、こちらのコーナーです。スプラッシュ。絶頂に達した人がスプラッシュしながらどんなワードを発するのか、これを想像して送ってもらっています。葛飾区ラジオネームポストカードクラフトスマン。はい。さやか新山のスプラッシュ。え、新山？あー一個やな。スプラッシュするの新山。父の親友の姉の夫がワクワクさーん。そうなん？ワクワクさんです。そうなん。父の親友の姉の夫が遠いな、結構。親父の親友の大学の経験。お姉ちゃんの弟。ああ、そうか。まあでもすごいな。いや、なんでそれやねん。ワクワクさん。強い気持ちで行くねん。いや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 、これです。ワクワクさんです。なんでな。神奈川県武見、うん。ジョイのスプラッシュ。ジョイ。
ああ面白い人でしょ、ジョイさん。本名グリーンドジョゼフ。ジョゼフなんかい。え、ジョイちゃうん。ジョゼフです。ジョゼフ、ジョゼフ、ジョースター。兵庫県加古川市、ツーシームの逆襲、うん、坂井雅人さんのスプラッシュ。はいはいはい。昔ドーナツ屋でバイトをしていたが、出勤のしすぎでクビになった。来すぎで、でも来すぎやって言われて。出勤のしすぎ。どんだけ来んねんって言われて。どんなやつやねん。どんなやねん。嬉しいやろ、バイトが来ること。引いたんちゃう、もう。いや、もう分かったってお前っていう。めちゃくちゃやなやつや。お前今日入ってないよな、お前。変なやつやな。少し痛いんです、やばっ。激やばい。ちょっと勉強したいんです、少しでも吸収したいんです。いや、バイトやのにもうええわってなって。あいつ気色悪いな。社員にもできへんし。そうやな。ちょっときついな、アピール。来すぎでやめさせられた。2ポイント。大阪府箕面市、ラジオネーム、極辛麻婆、阿部寛のスプラッシュ。うん、阿部寛さん。食わず嫌いを出演時、嫌いなものを間違って伝えて、全部好きなもの出てきた。うせやん。ありえんの、そんなん。え、伝え間違い。めちゃくちゃおもろい。いや、うわさいやろ、ちゃちゃ。全部食べきった。メニュー出た瞬間わかるよ。ずるいな。全部好きってわかるやろ。ずる。あ、実はっていうこと。ずるいですね。ずるすぎるやろ。全部食えた。勝てへんやん。うん。かわいそうに。ずるいね。なんちゅう男や。いいね。これも2ポイント。大阪府東大阪市。ラジオネーム、味わいオレンジ。瓶ビールのスプラッシュ。瓶ビール。え？ああ、注いだ、注いだ。瓶ビールがスプラッシュするってどういうこと？誰か飲んでる。蓋のギザギザは21個と決まっている。そうなん。らしいです。うせやん。なんでなん。めっちゃ気になるわ。なんで。分からん。まあ特許取るときに決めたんかな。ぽいな。21個。ぽいな。真似されんように。の珍しないに出割れへんの。そういう縁で。決まってるんですね。24とかじゃなくて。分からん。12とか。最初の1個回数なのかな。京都府ラジオネーム、筋肉にメロディー、来ました。ディレクター野上くんのスプラッシュ。こいつやばいからな。ああ、ああ、そんな声してるわ、野上くん。ああ、はい、野上へ行きます。大学の頃のプロフィールの一言欄に、敗北を知りたいと書いていた。痛い。痛い。いや、天心くんが書くやつよ、これ。天心が書くやつやな。敗北を知りたい。そん、野上くん顔、顔真っ赤っかや。ボケですか？本気やっぱ慶応受かってるからやっぱ負けたことない、慶応ボーイですから。本気なの、うん、本気です。怖いね。いいね。野上くん。どこから出てくるの野上くん情報。神奈川県武見、DJ コウさんのスプラッシュ。ほう。おう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 娘が受験する学校の運動会を娘が入学する4年前から見に行ってた。めちゃくちゃおもろい。なんて娘がどういう意味？受験する学校の運動会を娘が入学する4年前から見に行ってた。下見です。なんで怖ー。めちゃくちゃおもろいやん。めちゃくちゃおもろい。意味わからん。まあ、土の感じとか見てたやろな、グラウンドの。土の感じとか、綱引きの綱の素材とか。ああ、下見。めちゃくちゃおもろいこれ。勝ちたいんや。これは面白い。3ポイント。ラジオネーム、イルの息子、森永拓郎のスプラッシュ。もうええわ、このおっさん。やめろ。うわー、やめろ。値上げ前に110カートン爆買いして冷凍保存したタバコの維持費、年間7万円かかる。意味ないやんけ。意味ないやん。本末転倒やんけ。そういう漫談してたんか。7万円かかります。
維持せな、え、冷やすだけやったらあかんねや。いろいろあるんですね。へぇ。何やねんこれ。ラスト。鹿児島市天然カニカマ。はい。コロゾーのスプラッシュ。ええー、ご機嫌ようのあのロボットですね。今日の当たり目。そうそう、前トークで盛り上がった。はい。コロゾー生かすなもん。衝撃生き衝撃聞きたないな、ほんま。聞きたないな。そしなしょ名前呼ぶな。生き衝撃俺の顔を呼びってるやん、行くまで。嫌やな。コロゾーの恋の正体は小坂イカズキ。怖い話や。あいつの世界なんや。どこまで行っても。小坂さん。一人で、自分に喋ってたってことじゃ、あれ。まあ、録音してるんですね。事前に。いや、そうでしょうね。だから、今考えたら思い出したら、会話成り立ってなかったやん、ゲストと。コロゾーじゃあ、それ、なんとかなのって言ったら、それで言うと無視すんのかよみたいな。そうやっけ。だから、あれ、録音やねん。俺も名前とも出てん。裏で声誰全部台本とかなんかな。いや多分そうや、コロゾーは。はあ、気持ち悪い。あの嫌悪感覚えます。で、なんでやねん。デラックスのポスト、トスポくんか、はいはいはい。あれは結構生で喋ってたやん、はいはいはい、浜さんとか松本さん。はいはいはい、うんうん。その感じだと思ってたな。うん。いや、と思った小堺和樹さん。小堺さんじゃなくていいけどな、あそこ声。いや、それは全部俺がやるっていう。まあ、まあ、ストイックなんや。監修です。ss@coronet.com。宛先は ss@coronet.com。このコーナーメールはせいやが選んでます。メールの件名スプラッシュでお願いします。あー、もうやった。コーディーシェイコーさんおもろいな。ちょっとフリーズしたな。4年前から見に来てた。なんでそんな変な意味ちゃうよな、それ。オールナイトニッポンを聞きの皆さん、こんばんは。三四郎の間修司です。小宮浩信です。企業とオールナイトニッポンがタッグを組み、月替わりのコラボレーション企画を実施するコラボレートニッポン、今回は我々三四郎が担当いたします。三四郎は毎週金曜日のオールナイトニッポンゼロを担当しています。はい。東洋一の肩腹筋を持つ者たちです。好きだな東洋一。何肩腹筋って。肩腹筋。そんな三四郎が担当する今回のコラボパートナーはこちら、保健クリニック。日本で初めてオープンした保険ショップ保険クリニックで、独自の比較分析システム保険 IQ システムを広く知ってもらうために、今月お届けしているコラボ企画がこちら、コミキューシステム。保険クリニックは IQ システムであなたにぴったりの保険を比較分析しますが、コミキューシステムではリスナーの悩んでいることを比較してぴったりの答えを導き出します。リスナーの皆さんが2択で悩んでいることを送ってもらっております。はい。ラジオネームしなしな、うん、はい。すごく疲れた、今、少し、昼寝しちゃう？今、我慢して、やることやって、夜、うん、早く寝る。うちでどっちでもいいね。どっち？知らないんだよな、別に。うん、もうちょっと悩んでることが送ってきてほしいんだよな。うん、なんだよ、それ。ちょっと寝るってできる？こいつ。ちょっとだけ寝るとかできない。むずいんだから、一番。昼だったらまだできるかもしれないよね。だから夜とかだったら、そのまま朝迎えちゃうとかあるから。まあね。今我慢してやることやってっていう。こいつよ、でも。こいつでもまあ。できんのかな。今我慢してやることやらなさそうだよな。やらなさそうだよね。すごく疲れたっていう。何もしてないんでしょ、だって。やることやってないんだもん。やることやってないのに、すごく疲れた。こいつ寝そう。こいつすぐ寝そうだけど。まあ。まあね。だから我慢してやることやらないから、絶対。できんのか？できんのか？やっといた方がいいのか。さあ、それでは、コミキューシステム、お願いします。諦めて、明日やる。もう今日は諦め、まだすごく疲れてる。僕らもわからないもんね。すごく疲れたって何があったか分からない。明日もやるかなこいつ。明日もすごく疲れてる。
さあ、ということで、この企画の詳しい情報は、オールナイトニッポンのホームページをご覧ください。それではまた来週、三四郎でした。霜降り明星のオールナイトニッポン。一行。星新一の作品に出てきそうな前後の内容が気になる一行送ってもらっています。はい。鳥取県米子市ラジオネームよもぎもち、高所恐怖症をなくしたい、そう願った私は想像力を奪われた。なるほど。想像力やってんな。落ちるっていう想像が良くなかったっていう、いい話よ。話になるのか。渋いね。滋賀県草津市ラジオネーム豊島。天気を管理しているコンピューターが誤作動を起こした頃には気象予報士はこの世にいなかった。ね、ああいいね、こういうのあるからね。機械だけになってしまったんですね。ぼっこちゃん的な。千葉県千葉市ラジオネームアナザーゴリラ。とりあえず出しときますね。そう言って医者はチンチンを出した。なんじゃそりゃ。やっぱ共感できる。いや、できへんな。あ、そうか。何にも。いちゃんはね。とりあえず出しときます。薬かと思う。しょうもないね。しょうもない一行やね。あ、ラジオネーム。DEL48。DEL？ 一生懸命頑張るので、応援よろしくお願いします。DEL？ どこ？はい、SDA？ え？どこや？ DEL？ うん。出る？うん。DEL は知らないですね。知らない。知らない。どこですか？ラジオネーム秋元康。あ、いや、秋元先生。DEL48 は実際に存在するんだけど、そんなことより聖夜はハゲブルガリアヨーグルトだよな。もう始まった。ハゲのくだり、もう終わった。一行の、おもろいやつ。はい、あの、ハゲブルガリア。こっから始まった。早いな。楽しみにしてたのに、DEL48。DEL が何かわかりますか？なんやねん、おい。あ、ラジオネームアタック25。アタック25！ 問題。やばい、子供教師さんや。1985年に、ハゲロシアンルーレットされた、ハゲレンタルビデオショップは何でしょう？プーチンやろ、わからんけど。何それ？はい。なんて？ハゲロシアンルーレット。ハゲロシアンルーレットされた、ハゲレンタルビデオショップ。いや、知らん。わからん。ロシアンルーレット。ラジオネーム、赤。赤！ラジオネーム。ハゲグランドピアノ、正解。1985年にハゲロシアンルーレットされたハゲレンタルビデオショップは何でしょう？答え、ハゲグランドピアノ、赤。お見事。アタック25の赤から来た。あ、そうです。何が繰り広げられてるの？ハゲクイズですね。ラジオネームバスケ部の監督。よし、ラスト15分、全力でハゲまりもっこりしてこい。多いなぁ、ハゲハゲコーナーやん。早いね、今日。え、まだまだありますよ。多いね。ラジオネームタキオンサスケ。ここハゲ工業地帯なのよ。なんやねん、ハゲ工業地帯って。言いそうやな、ほんまに。言うか。ラジオネーム M1 の敗者復活戦会場の陣内さん。こちら寒い中ハゲメカニズムしてますよ。なんやねん、ハゲメカニズムって。何言うてんの。ラジオネーム初めてのお使いのナレーション。あらあら、聖夜くん、途中でハゲ免罪符をハゲショルダーしちゃったようです。ハゲ免罪符をハゲショルダー。何にも分からん。ハゲ免罪符。ラジオネーム相川七瀬。ハゲ味噌ションベン湯切りマン。何やそれ。夢見る少女じゃいられない。あ、そうそうそう、何にもかかってない。ハゲ味噌ションベン湯切りマン。湯切りマン。最後湯切った。何がおもろいの？このフレーズ、このフレーズしか届いてんのな。何にも分からんねん。ラスト。ラジオネーム、那須川天心。お、来た！天心くん、ありがとう！メイウェザーよりハゲてたな。お前はメイウェザーに負けてたな。以上です。ss@allnightnippon.com。宛先は ss@allnightnippon.com。このコーナーメールは粗品が選んでいます。メールの件名は一行でお願いします。いや、もうハゲなコーナー。いや、一行です。もうええで、ハゲ。一本。一本。一本。ちゃうね。
霜降り明星のオールナイトニッポン。プン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 ちゃうねん。毎週やることちゃうやろこれ。何をすんねん今から。返信が来た日。どこがやねん。無償や。カフーねえ、カフー上がってない。アフーみたいな言うな、騎士団。48勝目のポケ姫です。勝ち続けております。負け続けてる。勝つぞ、勝つぞ、勝つぞ。アグネスちゃん、ちゃん、メイリンに捧げます。よろしくお願いします。何やねん。京都府ラジオネーム、おだんこまんじゅう。何をすんねん。結局、サザンもチューブも負け組だよね。お前が言うな！違う違う、全力で否定せ。ラジオネーム、負け組ちゃうやろ。ブリブリ大根。え？おーい、おーい。山をそうやって叫ぶってことは、結局何もわからない。それ粗品1年目の誰がやねん。誰がシュールすぎんねん。ラジオネームブルーギルの幸せ時計台。おーい、何をしてるのか、うん、それは背景に俺が乗ってるんだよ、うん、時計締め方時計何時かわからん。ようわからんなツッコミな。お前ラジオネームずる賢い骸骨。じゃあ私の合言葉を言いますよ、うん、プラポニステ、うん、プラポニステにじゃあ対してじゃあそれボラポニスタ、ほんでそれをイニエスタがしました。システムイニエスタ、フランコスカティック、初代王者の K1 王者、ずーっと、気まずい顔してる、胸毛すごい、それプロフィールでいらん。いらんけど胸毛すごかったか知らんけど。ラジオネーム爆笑ガーデン。え、じゃあソロはゆっくりやるってことですね。何の話やねん。いつの話やねん。何の話やねん。神戸市ラジオネームイザベラの大ファン。おう、15回14回って言ってみて。No, yeah. 3歳か。何がどこがやねんおい。ツッコミがやるやろ今の。山口県ラジオネーム島根県。ないない、ややこしいな。ややこしいな。結局ライオンキングって鼻くそだよね。劇団四季に爪の赤煎じて舐めさせてもらえ。飲めや。なんで舐めんねんお前。茨城県ラジオネーム山陽昆布。関西人と関東人の違いは結局首の太さだよね。乳首の太さと目の色と鼻毛の太さやろ。違うやろ、絶対違うやろ。千葉県ジュワシ、カーマルチーズの風。結局マリオとルイージは最後ビーチ姫の悪口言ってワリオにチクるんだよね。キノピオの話しかすんな。わけわからんだよお前。ぜーんぶ来てない。ちょっとせえへんわ別に。いやいや、ゾッとせえへんよ。全部来てない。いや来てないよ全部メール。今僕が勝手に言った。だから全部ちゃいちゃい、ゾッとせえへんわ別にな。どんなもんじゃ。ちょっとテンポ遅かったから。なんやねん。どんなもんじゃ。何がやねんおい。何のコーナーやねんこれ。来てない。霜降り明星のオールナイトニッポン。霜降り明星のオールナイトニッポン。この番組は AK レーシング、ワンカップ大関、日本外資、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。エンディングでーす。今夜の放送はラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せるほか、 Spotify のポッドキャストではタイムフリー終了後もこの番組のアーカイブを無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。この後3時からは三四郎さんのオールナイトニッポンゼロ、聞ける地域の方はよろしくお願いします。これなんですよ、結局これなんですよね。天心さん、三四郎さんのラジオもフルで出るらしいんです。出るかおい、その後死んでまうわ5時まで。でこっからね、ちゃうやん、すごかったね天心君の回。メール来てへん、何してねん、来てない。なんじゃ、何のコーナーかも次分からなかった、説明もないし、何をしてたんやずっと。アグネスちゃんさんに捧げるコーナーやから、みんなで。いや意味わからんわ。みんなでやってき、じゃあ来てるやつを呼んでたやんけ。でもいや、まあその一応ねこう読みますけど来てない。
いや来てんの、うん、ラジオこの目に入る文では違う文を脳みそで読みながら違う言葉吐くっていう新しい練習した DS の脳トレ。この何もミンと言うだけじゃなくて一回読んで全部一文字一文字変換してました。いやすごい才能や、はい、それをちょっとやってみました。知らんお前の成長は。それをちょっとやってみましたよね。文字を読みながらその読まんと、うん、いつ使うねんそのブレインキャンセルしてみました。ブレインキャンセル新しいことブレキャンした。ブレキャンしたね。ねえ、いや今日はすごかったね。しかしすごかった。天心くんも来てねえ、ああもうこれは本当に粗品さんのおかげですわ。いやいやいや天心のおかげです。 よくこのまあ天心くんが、ね、よう来てくれたね試合のほやほやで初メディアでなあ、あよう読んだなお前も。いやよう来てくれ言うもんやな。あ来てくれたね。毎週ラジオやってるから言うて、うん、だからもうどのテレビ局もな、はい、天心初出し情報うちがうちがってなってるとこよ。それをなありがたい、まあ、日本放送さんでねえ。これ日原社長マジでなんか。いや日原社長も飛び跳ねてくれんじゃん。日原社長とあと、うん、瀬尾一郎さん。瀬尾さんね。瀬尾さん喜ぶで。おほんまにすごいことやからね。ねえ天心くんおめでとう。おめでとうございました。今日